皆さんこんにちは。私からは文学部にしかない RE 科目についてお話ししていきたいと思います。RE 科目は教室で学ぶだけでなく、実際に現地に行って本物を見て学ぶという授業になっています。私は1年時に文豪を訪ねてという RE 科目を履修しました。夏目漱石や太宰治など有名な文豪の作品を読むだけでなく、作者の作風、表現の違いや制作風景なども一緒に学んでいきます。その後、彼らたちが作品を手掛けた街を回ったり、博物館に行って本物の下書きを見学したりします。この授業を取ることで、その後読み返した時の面白さが何倍にも大きくなるので、とてもおすすめの授業です。また私が在籍する教養デザインコースは圧倒的に選択科目の種類が多いです。やりたいことがたくさんあってまだ決められない方、正直やりたいことがまだわからない方にもとてもおすすめなコースとなっています。